をかけて日本対オーストラリア。ここは石川のレシーブ、いや崩されていますが石川打っていく。ここはブロック、彼らのストロングポイント自体はおそらくブロックだと思いますので、そのフィジカル的な要素っていうのを全面的に押し出すと思いますので、はい、最後フロントローテーション、ラストローテーションです。これは崩した、サーブで崩しているマーチのスパイク、ふわりと落としていきますが石川ブロック2枚のところ、ここも強打にはいけません。フェリーアンダーでのトスアップでエドガーがきます。これはそのエドガーのサーブはネットインになる。山本からここはバックアタック、高橋ダイレクトで返ってきます。さあもう一度4枚使えるところ、今度は石川やや入れていくような形になりました。マーチのスパイク、プレーの中でいくつかもうしょうがないプレーというのは、オーストラリアのマーチはバックライトのところにはそのマーチだ、狙っていきました。サービス、はい、取らせるっていうのが大事でしょうね。取らせやすいですよね、ここですね、はい、こういった形で。ただしっかりセッターに綺麗に返って、エドガーが来た。プレッシャーかけ続けることが大事ですので、はい、諦めずにずっとやり続けることでしょうね。もう今のプレーはしょうがない、はい、割り切るってことですね。まあ、よく言えばもうちょっと動かしてあげるってことになるわけですね。石川後ろに下がってサーブです。これで代わりに高橋藍が上がってきています。その高橋が拾って、そして三浦のスパイク、ここも高いブロックが来る。逆サイドからブロック、オーストラリアチームとしてこれ今日2つ目のブロックポイント。そうですね、これもおそらくミドルブロッカーとライトブロッカーの間ですんで。さあセッター藤井、これを綺麗に返ってきました。最初のポイント、これを見せることによって相手のブロッカー陣の動きも変わってきます。はい、です。石川セッターに帰る、そして宮浦ストレートコース、上げたのは新山イヤです。そしてエドガーが来る、これも上げたぞ。さあ山本から苦しいところだ、これもつなぐ、そしてエドガーブロック3枚、日本のいいラリーを取りました。ここはオーストラリア交代が認め、この点差がなかなか縮まっていきません。日本対オーストラリア、バックアタック宮浦ブロック、16点目が入ります。ミドルブロッカーですね、やっぱりね、ここですからサイドで勝負したいということですよね、はい、そうですね、特に今の状況では高橋から見てリベロの右ラージ来ました。リハクに続いてこの高橋藍もここはマーチを狙いすましたサーブでした。石川フロントローテーション、その石川が拾ってミドルできた小野寺、これをただオーストラリアは上げている。あ、ここはバックアタック合いません。さあ石川、小野寺、石川できます。ペリーがよくつないだ、そしてマーチのスパイク、ここは何打で来る。ここは2人、高橋藍のサーブレシーブから石川ストレート、いいコースでした、よく打ちました。さあここのサーブの狙いはハイブリッドサーブ、ここは逆サイドを狙っていった、いいサーブになった。マーチ対ブロック2枚、ブロック効果あり、大谷がファーストタッチです。そして高橋から石川同点、9番で追いつきました。第1セット日本、たまらずオーストラリア最初のタイムアウトを要求します。さあここはストックトンのリリーフサーバーからのサーブですが、ここはワンタッチ、流れがいい大竹狙うでしょうかね。あ、ここはリベロ山本だ、よく上げました。そして石川、これを上げているペリー、そしてマーチ、ちょっと遠いところからですがされません、はい、連続得点オーストラリア対23。マーチのサーブ、山本しっかり返してリーリハクのサーブ、奥を狙ってきたペリーのサーブレシーブ、そしてエドガーが来た、これを上げた大竹、つなげるか、つないだつないだ、ここは返すだけ。もう一度日本は守備です。エドガーが開いて待っている、逆サイドステープルズ、これも上げている、ダイレクトもう一回作ってくる、このスパイクはアウトになりました。どんなことでしょうね。このセットはスターターで起用されています、その2人です。
試合になります。大竹のスパイク、もう一度作っていく、もう一度大竹に行ってブロック1枚マーチのところ、ストレートにペリーが入っていますが、さあここはチャンスボールが日本に返ってきた。そしてリハク、ラリーの江戸川選手の打数があんまりな、予選の第3試合でやや足をひねるというシーンがあった江戸が出場は続けていますが、そのあたりも関係しているのかもしれません。ここはブロック3枚のところ、強打にはいきません。高橋蘭です。ブロック3枚こちら揃えていきますが、その上これも上げている。そしてバックアタック、スピードがあります。石川、もう高いボールはあのバックセンターにボールがよく集まってきますんで、はいはい、そこにしっかり石川選手であったりとか山本選手がないというストレスですね。前を狙ってきた。ここはマーチ、いいサーブになった。リノブロックポイント。いや、マーコス・ミランダ監督タイムアウトを要求します。いつも決まってる部分が決まってないんで、はい、そこに対してはすごいこうフラストレーションは溜まってると思いますね。復活する前に日本はこの試合勝ち切りたいところ。これも前を狙ってきた、いいサーブになる。オーストラリアもただちょっと増えてきましたよね、ミドル、はい、ここも崩した。新山矢のスパイクですですが、まあ、ここはセカンドテンポぐらいのボールを打ってきました。そうですね、いいサーブでしたね、大竹選手、はい、やっぱり痛かったですね。まずはサーブレシーブ、高橋蘭です。そして自ら入っていきますが、その後ろから石川です。1セット目を取って2セット目、最初のテクニカルタイムアウトが明けます。日本3点のリード。ここはブロック飛ばない、ブロック飛ばないという選択をしましたが、はい、飛ばないのであればもうちょっとレシーブに参加しなきゃいけない。山本、これは崩された。後ろから来る難しいボール、ブロック3枚揃っている。リバウンド取りたい日本で、視点差。オーストラリアもなかなか簡単には花出ていきません。これもいいサーブになっている。さあ江戸川が来る、ブロック。このセット1本目、今日通算2本目、サーブで攻めて相手のエースを止めました。オーストラリア攻撃はどうするか。江戸が開いて待っているが、逆サイドに振ってきた。石川が対応する。江戸川にはブロック3枚つける日本。ただこれを打ち抜いて、間ですね、間ですね、できています。気迫のサーブ、今日2本目のセッターを変えてきたオーストラリアですが、ここもステープルズを狙っていくサーブになります。そしてエドガー、これも上げた。大谷がファーストタッチ、そして近いところ大竹、押し合いになる。フェリー、後ろから来るボール、マーチブロック。1本7点差。やっぱエドガー選手のボールを大谷選手であったり山本選手、まあ、石川選手であったりっていう、オーストラリアなんとか流れを変えたいというところ。5連続ポイント日本です。ここはミドル入ったばかりのオディを使ってきますが、それも繋いでバックアタック。6連、この真ん中の使い方上手ですね。今も小野寺を飛ばして時間差で、はい、しっかりと入れて、そして攻めてきているリハクのサーブ、これは A パスが返って、ここでようやくオーストラリアとしては綺麗なボールをセッターに返しました。高橋のサーブレシーブから大竹、ややネットに近いところですが、よく得点、決定的に違うところはどこでしょう。やっぱスパイクの工夫が見られますよね。活躍を見せています。山本のサーブレシーブよく上げた。そしてバックアタックはブロック。そして高橋選手のパイプを、まあ、数的優位は作れてたんですけど、はい、もうここは個人技ってことになるんですかね。そうですね、個人技のところですね。チームとしての日本残り2点、大手をかけるか。もう一度来た、一気に行く、前を狙ってきた。ストクトンのスパイク、これも大谷がしっかりとコースに入っていて、はい、大竹ポイントは日本です。第3セットが始まります。オーストラリアのサーブから、さあ最初のポイントは大竹に預けてきたセッターの大谷です。日本はこの第3セットも大谷大竹がスターター。三浦選手もうちょっと頑張ってほしいですね。対角の小野寺はここまで1ポイント、まあ、パイイランとの準決勝になります。そし
して怖いエドガーのサーブが来ます。あとサーブポイント、ちょっとプレーできないですかね。オーストラリアはこれが今日最初のサーブポイントです。これも崩しているでしょうか。セニカのスパイク来ます。選手もアンダーパスに対してものすごい不安を抱えてますので。あ、そうですか。そうですね、打ちにくそうですか。はい、オーバーにおいてはまだ石川バックアタック、真ん中から打っていきます。石川のパイプ攻撃、よく上げた山本、そして大谷、最後は高橋ですが、これも上がっているラリーになります。ステープルズ、これも上げた山本、大谷から速い攻撃、レフトから高橋藍。さあ日本前攻撃は3枚、小野寺飛ばしてストレート、光る大竹の活躍で強打できた。山本しっかりと上げている、バックアタック、大竹ブロック、クロスコース、はい、こういます。まずは日本は守備から、ここは2できました。です、緩いサーブになった。高橋藍、石川、これをセニカがつなぐ、真ん中から、これもオーストラリアつないでいます。ステープルズ、アンダーでのトスアップ、難しいボールですが、エース石川、うまく指先じゃないですかね。あ、そうですね、そうですね。これが現在オーストラリアに対しては連勝中の日本。大谷からミドルリハクで、パイプっていう選択肢もある中でのブロックなんで完全に遅れてますもんね。あ、ここのブロックですね、はい、いや、ドサンジのサーブ、まずはサーブレシーブです。やや崩されていますが、ミドルはここで使えなくなる、ブロックこれだと思うんですが、そうですね、左手ですね、やっぱり右外側の手で勝負するべき、張ってくるも大きく変わりますね。今度はどうするか、もう一度高橋でいく、エドガー対高橋のところ、ここもクロスに打っていきます。高橋です、セーフルズのスパイク、ブロックにかける日本、ミドルから来た。さあ山本、もう一度作り直す、パイプだ、ここも完全にリハクに1枚ついています。クイックとパイプはいいですね。同点逆転といきたい日本、いいセットを取っている、来た、連続ポイントで18対18、同点。これアンダーにものすごい不安抱えてますんで、ストックトンのサーブ崩された、ただ繋いでいる、エドガーが来る、高橋、これはセンターに返って2でいきました。ああいうネットギアにはたくさんテです。さあ今度はどうか、これも崩されて、エドガーが立ちはだかります。ここ山本よく上げた、藤井からミドルだ、9番オーバーで取った、エドガーが来る、ブロック、最後は日本ブロックポイント、25対23、第1セット25対23、第2セットは25対17。